はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週のテーマはこの場所からの歌詞というテーマで話していこうかと思います。ただね、何のこっちゃっていう方もいると思いますので、簡単にね、伝えさせていただくと、今週2月28日かなにこの場所からっていう、歌のミュージックビデオを投稿しましたお前授業チャンネルじゃないんかいって思うかもしれないんですけど、子どもたち、学生のね、みんな向けに卒業ソングを作りたくて、で卒業ソングを作ったんですよ。ただ私は曲を作ったりはできないので、いろんな方の力を借りて、私は作詞だけ担当させてもらって、でミュージックビデオも作って、で投稿をしました。はい、でそれがまああと概要欄にも貼っておきますんで、まだ聞いたことない方は一回聞いていただけると嬉しいかな。そのミュージックビデオの概要欄に私が書いた歌詞も載ってますので、よかったらそちらもね、目通してみてください。でなので、その歌詞をどんな思いで書いたのかっていうのを少しだけ触れていきたいなと思っていて、で正直歌詞って思いを全部話しちゃいけないと思ってるんですよ。でなんでかっていうと、受け取ってくださる皆さんにとって受け取り方が違くていい、その方が価値があると思ってるから、私があんまり話しちゃうとそっちに流れちゃうとね、よくないんですけど、でも多分ダラダラジオを聞いてくださってる方って、うちのチャンネルの、ユーザーの方の中でもちょっとコアな方が多いと思ってるっていうのは、ハイチっていう存在に興味を持ってくださる方が多いと思うんですよ。でなきゃダラダラジオ聞こうと思わないと思っていて、でその皆さんだったら、曲は一回も聞いてくれてるんじゃないかなとか、歌詞も一回は目通していただいてるんじゃないかなっていう思いがあって、だから初めて聞きますっていうのはあんまないかなって、一回自分の中で受け取った上でであれば、ある程度自分の解釈を伝えてもいいんじゃないかなと思って、今回このね、ダラダラジオを使わせていただきます。まあ、興味あればね、最後までお付き合いください。でですね、今回まずエピソードとして、めちゃくちゃ、締め切りを伸ばしてもらいました歌詞一応決まってたんですけど、2回だっけな、2回か3回伸ばしてもらって書けなくって、もともと今回多田さんからね、多田信也さんが作ってくれたんですよ、嵐とか作ってる。で曲いただいて、そこに文字を当てていくんですけど、なかなかね、こう書いては違う書いては違うを繰り返していて、なかなかこうピンとこない、書くんだけどクシャクシャっぽいみたいなのがずっと続いててさ、である時にちょっとその講演会に行ったんですよね。その講演会に行ったところで、こう触れ合った子どもたちとか、学校の先生とか校長先生とか、たくさん話をさせてもらう機会があって、その時泊まりだったからね、余計にいっぱいさせてもらったんだけど、なんかそこですごいいろいろ感じたんですよ。で改めてこの卒業ソングっていうのは、特にこのコロナ禍でね、学校生活が従来よりは楽しいイベントがなくなった分ね、こう若干色あせて感じてしまっている方が多いんだろうなっていうのをすごく感じてたんです、日々、皆さんの相談乗ってる中で。だからそんなね、みんながちょっと学生生活を振り返った時に、一色でいいから色味が増えてほしいなって、みんながこの学生生活の中で振り返った時の絵が少し色鮮やかなものになったら嬉しいなっていう思いで作り始めたんですよ。でその講演会行った時に感じたのは、この子たちの学校生活、やっぱり自分らで否定してしまう方も多かったから、振り返った時に、今すぐは思えなくていいんだけど、何年か経って振り返った時に、あの経験も悪くなかったなっていうふうに思ってもらえるものにしたいなって思って、で歌詞を書き始めたんです。でこれは、聞いてくださる皆さんのね、特に学生のみんなにっていうとこもあったんですけど、実はもう一個あって、ターゲットが こいつにこいつに聞かせて、こいつが聞いたらちょっと心がいい意味で動く曲であってほしいなっていう。でこれ誰かっていうと、中学の時の俺なんですよ。中学の時の俺がこの歌詞を見て、きっとね、ものすごいひねくれてたんで、私中学の時、そのいじめ受けた時期だったから、だからみたいな舌打ちしちゃうぐらいにね、きっとこの歌詞見ても思うんでしょうけど、でも何年か経って振り返った時に、少しずつこの歌詞の意味というか、
こうそこに込めたかったものっていうのが伝わるんじゃないかなっていうのを期待して書いたのがこれだったんですね。そう、まあ、そんな思いがあるんです。そうで、まあ、多分細かいフレーズを言っちゃうとなんか良くないと思うから、まあ、そんなとこにしようかなと思ってそれだけ書いて思うかもしれないんだけど、あんまり話すのもあれだから思いとしてはそこですね。うん、で結局結果的に、コメント欄とかあとメールとかもあったかな、あと Google フォームの方にもあったりしたんですけどここの歌詞が好きですとかね、で結構バラバラなんですよ。でそれがすごく嬉しくて、今回はなんか歌詞の書き方っていろいろあるらしいんですけど、こうワンフレーズ、もうここのフレーズをもうめちゃくちゃメインで伝えたくて、それを伝えるために伏線を張っていくというか、こういろいろ補強していくみたいなやり方もあるらしいんですよね。ですけど今回は結構ばらつかせたくて、この思いっていろんな思いをばらつかせてこう歌詞に込めたかったんです。だから、好きなところがバラバラであってあることがすごく嬉しかったんですね、自分にとっては。なのできっとこの歌詞全て全部通した時に、なんかすごい大きなパワーをもらえるものではないと思うんですけど、まあ、このフレーズいいなみたいなのがあってほしいなと思って詰め込みました。でも一番詰め込みたかったのは例えば最後のラストサビかな。今日でこの場所から旅立っていくけれど全ての思いを抱えて進むから、どこかで振り返ってこの日々を笑えるようにうつむいた顔を上げて一歩踏み出そうっていう、そう、これがなんか一番伝えたかったことかもしれないです。この曲は卒業ソングとして作ったのでやっぱり門出じゃないですか。でその学校生活を振り返った時とかにいろんな思いがあるじゃないですか。そのコロナだけじゃなくって普通に生きてきた中で、自分もそうでしたけど、いいことばっかじゃないし、しんどかったこととかその経験とかをやっぱり抱えて生きていかなきゃいけないから、だからその抱えて生きていく中でいつか振り返ってその日々笑えたらいいよねって、あの日も悪くなかったって思えたらよくないって。でもそのためにはやっぱり下だけ向いてたら前には進めないので、前を進むために顔を上げて一歩踏み出そうっていう、思いを込めて書かせてもらったものでした。はい、なんかそんな感じです多分ワンフレーズずついくと全部喋れちゃう、まあ当然ね、自分書いてるから全部喋れちゃうんですけど、多分それ以上ねはあんまりこう引っ張らせたくないのでこの辺にしたいと思います。ちなみにすごい余談なんですけど、あの当日プロモーション PV ね撮ってる時にちょっと朝早かったのと、俺その前日がね岐阜に出張だったんですよね、確かね。だからあのスタートから入れなかったんですけど、途中で、お昼ぐらいから合流して夜の7時ぐらいだから、演者の方たちは朝の8時から多分10時間ぐらいだった、忘れちゃったけど、まあ多分人によるのかな。でも PV やってくれてて、自分も現場で見ててね、いやすごかったんですよ、本当にすごくて、やっぱり学生、まあ、プロだからね。そうで、その中でね、あの概要欄にも書いてあるんですけど、大河くんっていう俳優さんがいらっしゃるんですよ。で大河さん、あのあれです、 PV の中でバスケをやってる子ですね。あの子大河くんっていう方なんですけど、あのユーザーの方だったらしくて最後の方のシーンで、あの入ってたんですかって声かけてくださって、あそうですって言ったら、あの使ってました数学みたいないや嬉しかったですね。なんか、こう実際そういうこと言われること、まあイベントやればね、そういうふうにもちろんそれで集まってくれてるから言っていただけるんだけど、直接会う方にこう言ってもらえることあんまやっぱないから、なんか改めて嬉しかったし、でその俺大学の演技がすごい好きで、そうなんか良かったですめちゃめちゃ余談でしたけど、まあ、そんなこともあった PV 撮影でございました。まあ、なのでね、もちろんなかなかこういきなりバズるっていうことはないです。うちのチャンネルでやってる限りね、それはないんですけど、でもやっぱり手前味噌ですけど、すごくいい曲、大切に愛されていく曲だと自分は思っているので、少しずつ少しずつ輪を広げていって、100万回再生撮って、で、トモコをテレビで歌わせるっていうのがね、私のプチ目標なので、まあ、あとは、まあ、自分の目標はね、卒業式とか三層会で歌ってもらったりとか、先生にサプライズで呼んでもらって、ちょっと生徒さんに喜んでもらうみたいなことが目標なので、まあ、それもね、今年そ
そして今年ますかね、来年か、来年再来年ぐらいの卒業式で叶えたいね。あとはあれだ、体育館を貸し切ってみんな学生のみんな呼んで合唱するっていう、それを動画にするっていう、いやこれはねやる、これ絶対やる。でもそのためにやっぱりみんなに知ってもらわなきゃいけないから、そこが大事になるんだけど、でもまあ自分の場合はね10年間積み重ねてこのチャンネルも大きくしてきたから、ちょっと時間かかるけどさ、1、2年かけてたくさんの方に届けていけるように頑張るわ。はい、なので皆さんもね、よかったら思い出した時にでも聞いてみてください。はい、ということで今週もねありがとうございました。また来週ね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは明日からまた1週間お互い頑張っていきましょう。皆さんの体調気をつけてね、頑張りましょうね。はい、ではまた来週お会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。